辰巳、いやいや全然振ってないやろ。こちらすでに貼られた画像。辰巳選手らしいコメントをしています。よかった。不当に叩かれる審判はいなかったんやね。まあ辰巳ならなんか言うとは思ってた。本人が振ってないって言うならもうそりゃ振ってないよ。これオープン戦とはいえあんまり話題なってないのやばいやろ。審判、ごめん。あれ振ってたわ。陰キャは嫌いそうなノリやな。普段僕に投稿してないのに久々のストーリーがこれとか、やっぱこいつイカれとるわ。早速ガチギレ野郎相手てくさ。影のものめっちゃ怒ってるやん。赤ちゃんプレイしてるからしゃあない。陰キャってこれでキレるらしいな。辰巳は冗談を言うのは好きなんやけどマジで滑りまくる。やめた方がいいけどな、こういうの 0.1% の外事がガチギレするし。さっさと AI 判定導入して人間の審判排除しろよ。必要ないやん、見てないなら。楽天の選手って感じしてえわ。WBC でも NPB 審判大恥さらしてたし、やべえよな。審判のレベルの低さ、そのくせ威厳やからね。辰巳、振ってないやろ。辰波、振ってるやろ。審判、すまん振ってたわ。どうすんのこれ。こういうの好きなやつと嫌いなやつですげえ分かれそう。ここから中地崩れたからメンタル的に来たんかもしれんしな。ご視聴ありがとうございました。